理系ようこそカラスの理系ようこそ、今回は、暖かくて日差しもあるので出てきてみたんですけど、日差しが出てきた途端になくなるっていういつもの引きの弱さです。で、自分の声なんですけど、昨日おとついかな、まだ寒いわ、ちょっとうんこした、まだ寒いわ言うて、出かけた時に完全に風邪をひいちゃったみたいで声がこんななってます。悪くならなければいいんですけど、この風邪が悪化して熱が出たりとかなると、ちょっと動画の方ができなくなったりっていう感じになるかもしれないんで、ちょっと動画のアップが間空いてんなーっていう時は、あ、熱出したんかなと思ってもらえばいいかなっていう感じで、ちょっと何とも言えないんですけど、今は喉が痛いだけでそんなにしんどいとかないんですけど、まあこうやって出てこようかっていうぐらいの感じではあるんですけど、もしかしたらちょっとダウンしちゃうかもわからないです。なりきゃん、はい。で、まあ今日何度やろ、ちょっと待って一回降りて、何度あるのかな、13度、今13度あるんで気温はまあまあ高いんで今日は全然ぬくいんですけど、日差しはなくなっちゃったな。ちょっと待って、ここもちょっと待って、もうなんなんお前、うわ切ったな、よいしょ、はい、そんな感じなんで、日差しが出ればもうちょっとゆっくりしていきますけど、このまま曇りが続くようならまあまあもうさっさと引き上げようかないう感じです。ちょけてちょっとまあちょっと休みます。あ、でもこの雲の感じは、この曇り感はもう日差しは無理かな、諦めようがりきやん、どこまで行きますん、ちょ好き放題行き過ぎちゃう、もう戻ろう言ってんねん、行こう、ハウスの方戻ろう、ハウス取りに行かな、全然聞いてへんな人の話よ、聞こえんやろ、こっちか、こっちやったら壊んないやろ、こっちやったら壊んないやろ、よいしょ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 、よいそうですね。これ初めて見たわ、そういう人。ああ、お前か。ね、いや、それでもされてるんかな思ったんやけど。ちょっと雰囲気違うし。ちょっと散歩に。な。また。はい、あ、散歩来てんな。ちょ、なんかついてる。なんかついてる。もう好き放題行くなお前、
リキリキ、帰ろうか。はい、というわけで、なんとかリキさん連れて、帰ることできたんですけど、いつもね、出る前に外にお出かけするときは紐の劣化やらは確認するんで、ちぎれることがないようにしてるんですけど、今回の原因は何かっていうと、この完全にまあミスなんですけど、この留め具ですね、このナス管自体が、金属部品自体が、折れちゃった、割れちゃったっていうのかな、本来ならこういう形状のもんがパキッと折れちゃった感じですね。で、飛んでいってしまったっていうことなんです。この金属の部品がちょっと劣化してたっていうのは、まあ完全にミスなんですけど、ちょっと想定できてなかったんで、こういうこともあるんやなっていうのを知りました。なんで次からはちょっとここも定期的に交換するような感じでやっていかんとなっていう感じです。はい、でちょっとオープニングでも言うてたんですけど、力が追いかけてグズグズなって完全に風が悪化したみたいなんで、ちょっとメンタル的にやられた部分もあるんですけど、力やんね、飛んだ時って着地する場所をこっちが目で見て確認してやらんと、その迎えに行ってやらんと戻ってくるっていうことができよらへんので、降りたところで固まっちゃうんで、なんでなんとかその着地する場所だけは確認しようと思って追いかけたんですけど、途中でも完全に見失ってしまって、で力やんが気づいて多分旋回して戻ってきよったんやと思うんですけど、確認して自分は全然気づいてなくて限度違いの方向いてたんで、だからまあたまたまその力がこっち見つけてかわからないですけど、ぐるっと回って戻ってきてくれたんで、まあ自分が声かけたのを確認して着地しよったところ、まっすぐ捕まえていう形で戻ってきたんですけど、なかなか焦りました。やっぱ見失うとどうしようもないんで、まあでもこれちゃんと戻ってこれるんやったら別にいいんですけど、やっぱりパニックになって、でね、フリーで飛べること自体が焦るみたいで、飛べることないんで、普段紐で引っかかって引っ張られて止まるっていうのを普段やってるから、そんな距離飛べるとこいつも思っとらへんから、俺めちゃめちゃ飛べてるみたいなんで、もうそこでパニックにさらになるみたいなんで、戻ってきた時バクバクなっとったんで、自分もバクバクでしたけど、そんなんでかなり焦りましたけど、まあなんとか帰ってこれました。というわけで今回は終わりにしたいと思います。力也も疲れたな。ではでは、力ちゃんです。最後まで見てくれてありがとうやで。もしよかったらグッドボタン押しといてや。チャンネル登録もお願いします。あとコメントも大歓迎やで。